こんにちは、Pです。ハグオンクエスト10オンラインです。10周年記念クエスト10を超えてゆけ第3話、いにしえの封印の伝承です。はい、ではね、クエストを受けます。リプレイですね。はい、ではリプレイかも。止めてみたいです。あ、やっぱり赤だからオーグリードですね。はいはい、かなりタイトな情報ですね。はい、また魔法の聖水、あ、ここで、ね、今ありましたけど、あのケイトの勝負服がもらえるんですね。はい、もう私もらってます。どっか行っちゃいました。どっかにあると思います。はい、うん、あ、一人でに動き出したらな。あ、うんうん、あ、それ今日動かしてる可能性が高い。注意して OK。3話目でしょ、4、5だから、あと3話で足りないぐらいの。どうなるんでしょうね。なくなっちゃったらもう1回飛んでるから、あと2回だよね。え、これまた3回って言ってる。オーグリードのアトリアル石、これ、これか。あ、これ、どっちだ。いいんだよ、いいんだよ。お金で済んだらいいけどね、もう飛ばせないよって言われちゃうとめんどくさいよね。遠くってことだもんね。今私どこにいるの。あ、ここにいて。 OKOK。 あ、なんだっけ、この人、それこの人、名前を忘れた。牢獄の主か、これ。お、当たった。すごい。すごいね。私あんまり当たらないです、正直。あ、いかにも怪しい、ほら。怪しい。入り口できてる。これか。これだね、きっと。違う。もう入っちゃったよ。見えない。あ、見て。こんな場所あったの。作ったんだよね、きっとね。なかったよね、前は。怪しい。ダンスしてる。うわ、ちょっとね、今までと違う雰囲気の、ね、これなんていうの。いや、あ、普通にミステリーピラーか。おー、怪しいとこできてるよ。宝物とかそれに隠しないの。ない、ないみたいですね。なんだ、ここで。ふざけるな！
着をつけよう。本気な私に勝てたら青、桃、赤のバッジは全勝負だ、ひな。名前知ってるよ。で、人の呼び捨て。はい、もちろん強い。見てあげます。え、待って、MP ちょっとないぞ。まあでもやっつけるって言っても、私僧侶だからな。ちょっと殴る方じゃないのはちょっと悲しいかな。スピードとかしとく？で、危険だよね、どう見てもね。何なの私？すごい古い位置も使ってる。何？ちょっと爪だけは最新だからね。まっ、あ、はい、じゃあ最後魔物使い引きみたいな動きするね。うんうん、そうだね。あんまり針を使ってこない敵はいいよね、楽で。反対だね、反対だね。おお、私にはダメージ少ない。何？盾持ってるからかな。今回ね、バージョン 6.3 で、かなりね、必殺技の攻撃が増えて、つなげてから増えて、だいぶ必殺系が強い。強化されてますよね。ほんと強い。今なんかの僧侶なんだけど、ね、全員にね、女神が忘れちゃった名前、女神の聖女の女神バージョンね、をかける、全員にかけるっていう技だね。このね、ケイトとのね、このお話の流れもすごくいいお話です。ここでその話になるかわかんないけど。負けたぜ。乾杯だ。約束通り、こいつは持ってきな。すごい。ちゃんと約束守る人だね。おう、ひーふーみっと、これで全部か。いくつ手に入れたんだかよく覚えてねえんだよな。お前、闇のキーエンブレムがいくつあるかも知らずに集めていたのか。つまりそれが何かも理解してないな。おう、強い魔物を倒すと手に入るご褒美のバチだろ。キラッキラしててちょっといいよな。バチじゃない、闇のキーエンブレムだ。冥王ネルゲル復活の鍵となる闇の魔力を秘めた危険なものなんだ。ふーん、何感心してるんだ。お前、ネルゲル復活を目論む魔物の仲間じゃないのか。ふっ、仲間なんかいねえや。こちとら生まれついての一匹狼さ。ああ、しかしよ、あの人に追いつく前にもう一個でけえ目標ができちまったぜ。おめえの強さは本物だ。
あの人、何の話だ。よくぞ聞いてくださった。あの人っていうのは私の、いや全世界の冒険者の目標さ。しばらく前、レンダーシアから勇者姫の光が大空に向け放たれた頃、一人の冒険者がアストルティアに現れた。五大陸を苦しめる数多の魔物を討伐し、あの冥王ネルゲルすらも倒したという伝説の冒険者。その正体はオーガの戦士とも、プクリポの芸人とも、エルフの学びの徒とも、ウェディの守り手とも、ドワーフのトレジャーハンターとも言われ、種族どころか性別、年齢、名称、その全てが謎に包まれている。顔も名前もわからねえあのお人、私は仮にすげえんだぜ。突然彗星のように現れて、バッタバッタと魔物どもをなぎ倒しさ。神も魔王も X さんの前じゃスライム同然。 X さんは全ての冒険者の憧れなんだぜ。いつか X さんを超えたくて、私はこうして日々戦い続けてんのさ。けどよ、X さんに挑む前に、まずはおめえに勝てるぐらい強くならねえとだぜ。その X という人物、どう考えてもここにいる彼女のことだと思うけど。そりゃこいつも大した強さだが、まだまだ X さんには及ばねえよ。あの大方の強さは異次元だ。おっと、悪いな、話し込んじまって。ともかく、まずはおめえに勝てるようにとことん鍛え直してくら。手当たり次第強え魔物を倒しまくるぜ。また会おう。次は私が勝つ。謎の冒険者 X と君が同一人物だって、あいつ一生気づかないんだろうな。いろいろあったけど、これで5つ、すべての闇のキーエンブレムが集まった。この時代の賢者たちに報告を。なんでもない、最近ちょっと疲れやすいんだ。じゃあ僕は先に行くよ。放浪の隠れ家で落ち合おう。ちなみにいい話ですよね。考えてみるとね、確かにね、言われたようなね、内容でずっと来たよねって思う。だから、そういう風に見る人もいるだろうなって。ね、全部の敵を倒してきてるもんね。うん。すごい。間違えちゃった。
はい、ビッグカツグレートなニュースがあるのじゃ。エルジュに聞いてみるがよい。お前遅いじゃないかって言われた。待って、うん、少しあるんだよ、早くしたさって。サイトは今ね、捨てられた城、前から行くと近いですって書いてあるんですけど、お話の内容の感じだと、うん、これだよね、これいいんじゃないの、違うの、うん、多分いいような気がします。あ、いいじゃんね。ここが、なんて美しい場所だ。しからき、はいはい、こいつ、また現れた、エルゲルの手先め。全く、ハジャブネ氏とは揃いも揃って間抜けな。あれから500年、我ら魔族に封印の祭壇のことを隠し押せるはずがなかろうに。誰だ、神殿レイダネテスの守護者なり。ラゼバーン、父さんを殺したあいつか。だがお前は500年前に死んだはずだ。かつて単身我に立ち向かい、炎に焼かれて死んだ身の程知らずのハジャブネ氏がいた。貴様はあの息子か。ジベルンハルトを愚弄するな。
かつて我は不死の魔王の配下としてこの地ゆえに我はそれから500年の時をかけ勇者なき時代にこのアストルティアにて魔族の王を生み出す計画を打ち立てた。それこそが神殿レイダメテスと我が新しき王ネルゲル。不滅の冥王ネルゲル様、5つの闇のキーエンブレムの力で今こそ復活を遂げるのだ。人間よ、貴様らの命祝いの宴のさす。ふざけた小細工しねえで、闇のバッジが欲しいなら、こいつと正面切って戦いやがれ。はあ、おめえの力を見せてやれ。父ベルンハルトの仇、覚悟。よかろう、不死の魔王より賜りし力。豪華メンバーになってきたね。ラブがいっぱい出てきてるし、ラブがいっぱい出てきてお邪魔だけど配信が完全に遅れてるし、なんだよって言ってたね。意外に知らずなんて、怪しい動きしてる。なんかかっこいい攻撃じゃな、知れなきゃ。なんか必殺技のヘルスパークだって。広いのか。よく走ってるし。これね、この聖者の時のレベル50の頃からありましたけど、かっこいいって思いましたよね。で、全員が復活でしょ。僧侶、好きだったな。やめた。
ルトナ大陸の聖地を守ってくれてありがとう。あなたたちに心からの感謝を。今こそ聖地の奥へとあなた方を導きましょう。さあ、この木のもとへ。やっぱおめえは私の見込んだ通りの冒険者だぜ。それよりどうしてお前がここにいる？武者修行に出たんじゃなかったのか？おう、そのつもりで神春村辺で魔物を飼ってたらよ、えらく強え奴の気配を感じてさ、一丁戦ってやっかと後を追ったら、あのデカブツが泉の封印を破っておかしなとこに入ってったってわけよ。ラズバーンを倒すために聖地に忍び込んだっていうのか？あったぼうよ。いつ怠慢仕掛けか狙ってたのに、おめえらがやってきたから驚いたぜ。はあ、まあ結果的にはお前に助けられたわけなのだし、一応礼を言ってやってもいいが。遅くなってすまんな。H の冠ここに見参じゃ。横にいるお姉ちゃんはどこのどなたじゃ？これが封印の祭壇なのか？エルジュよ、お前さんたち500年前の四術師が残してくれた闇のキーエンブレム封印のための祭壇じゃ。さあ、闇のキーエンブレムを。なんとまがまがしい光だ。確かにこれは冥王ネルゲルの力そのもののようだな。ああ、一刻も早く封印しなくては。ハジャブネ氏エルジュが残した古文書には、闇のキーエンブレムの封印には順番があると書いてあったのである。位置は簡単だな。問題は順番だが、エルドナ、ガズバラン、ワギ、マリーナ、ピナヘト、つまり緑、赤、黄、青、桃だ。やったか。クレバーかつパーフェクトにやったたま。5つの闇のキーエンブレム、すべての封印に成功したのである。
あとは聖地の外から泉の入り口を封印すればエルトナの聖地に宿る力が魔の者から完璧に守ってくれるじゃろこれで結界も万全じゃ。皆さん、今回は本当にありがとう。アストルティアの危機ならば、英知の冠の出番と決まっておる。元の時代でも達者でな。では、我らは失礼する。あとは二人で積もる話でもするがいい。これでこの時代のアストルティアに冥王ネルゲルが復活することはないはずだ。僕は役目を終えた。500年前へ戻るよ。よかったらグレン城下町駅まで見送りに来てくれ。でも、いたよね、中にルンルンがね。気になるな。ここだ。死から聞いているよ。君を僕の生きる500年前まで連れてきたのはこの大地の箱舟だって。僕も同じさ。大地の箱舟の力で500年の時を超え、君の時代を助けることができたんだ。時の円環がこうしてまた僕と君とを巡り合わせてくれた。ある意味ネルゲルのおかげでもあるかな。しまった、忘れてた。君にお礼をしなくちゃね。ここで報告なんだね。経験値危ないよ。はい、残念ですね。共に冥王ネルゲル復活を阻止。君の住む世界が500年前のような荒れ果てた姿になる前に守…それにようやくこの手で父ベルンハルトの仇を討つことができた。なんだよ、いいところなのに。この辺りってか…なんかじゃない。どうしたの？死
平気だよ、僕はどうなってもいい。今度は僕が君の世界を救う。救わなきゃ。これクエストクリアで追い出されてるんですけど、またこれね、初めてのクリアですと、ケイトのね勝負服、ケイトの腕当て、ケイトのサンダルがもらえます。ちょっと私はもうもらってるから魔法の先生5個でした。なんかね、最後気になる終わり方でした。次はね、第4話ですね。に続きます。じゃあ今回はここまでです。またです。バイバイ。